どうもシュートです。さあ今回もイフトボールアプリの動画を撮っていきますけれども、今回はドイツナショナルセレクションガチャですね、こちらの当たり選手ランキングの動画の方を撮っていこうかなと思います。まあ今回のガチャに関しては、普段なかなか登場しないような選手が結構多いですかね。未所属扱いのライブアップで C 固定組も結構いるって感じですね。評価はいつも通りこんな感じとなっておりまして、あくまでゲーム内での評価ですし、僕の独断と偏見で決めておりますので、そこら辺はご理解ください。では今回もイフトハブで見ていこうかなと思います。まず8位はフュルクルグ選手、身長189センチ、右利きのポストプレイヤーの選手なんですけれども、まあこの選手はまあスーパーサブ持ってたりヘッダーエアバトル持ってる身長でかい選手ということで、まあ空中専用員ですかね。ドリブルとかスピシュンとかはそんなないんで、まあこの選手にクロス上げてそっから点を狙うっていう使い方が一番いいとは思うんですけれども、やっぱこれぐらいの能力だと他にジルーとかバスドストとかでも正直いいかなって思うぐらい、この選手でないといけないっていう理由がない感じで、 TS110 の能力はだいたいこんな感じと、オフェセント決定力の高さは非常にいいですけど、まあなんかそれ以外に特にフィジカルとかジャンプヘディングが高いわけでもないんで、まあ、もうちょっとクイックネス8とかにしてエアバトルを8とか振りに行ったらね、まだマシにはなりますけど、それでもまあ90とか乗ったりしないんで、まあ正直微妙かなって感じはしてますかね。では次7位はダビド・ラウム選手ということで、身長180センチ、左利きのクロサーの選手ですね。まあこの選手に関しては守備能力まあ17上げしたら一応全部緑にはなって、スピード瞬発力も89、80、フィジカル70、スタミナ90ということで、結構ねサイドバックで使えそうな能力してるんですが、やっぱね守備系スキルを元から一つも持ってないっていうのはちょっとスキル追加するのも面倒やし、まあインターセプト、マンマーク、ブロッカー、この3つあたりをつけるに値する選手かって言われたら、正直個人的には微妙かなと思うんですよね。まあ5バックの一角として使うなら別にいいとは思うんですけど、4バックとかでもこの選手使いたいってなったら、うん、他の選手の方がいいかなと個人的には思っちゃいますかね。 TS110 の能力はだいたいこんな感じで、もう全体的に能力も高いし全然悪くはないんですけど、まあスキルの部分でちょっと損しているかなって感じはしましたかね。では次6位はマリオ・ゲッツェですね。身長176センチ、右利きのチャンスメーカーということで、この選手に関してはスピードが遅いだけで守備意識、アグレッシブネスがそこそこあったり、やっぱ足元能力がめちゃくちゃ高いんで、別に今の環境 OMF でも使えるかなとは思いますね。スキルもダブルタッチ、ルーレット、ワンパーアウト、スピンキック、アシュラコントロール、スルーパスといいものめちゃくちゃ持ってますし、波小さいなんで不調以下も引きにくいと、 TS110 の能力はだいたいこんな感じで、個人的には OMF で足遅くてもいいから、パス上手くてドリブル小回り効く選手使いたいってなったらゲッツェものすごいおすすめかなと思いますけど、まあとにかくスピードがちょっと遅すぎるかなと思うんで、ちょっと正直どうなんかなって気はしますかね。では次5位はサネですね。身長183センチ、左利きのウィングストライカーということで、まあこの選手に関しては以前 OMF で登場してたやつの方が、習慣のやつそれの方が強いし、やっぱアップデでコンディション波が大きいになっちゃったんで、ちょっとスカットに入れにくくなったかな。まあベンチ枠が12人に増えたから、波大きい選手1人置いとけば C でもねこんな感じで絶好調 32%、 好調 14.8% とか、まあ確かな数字ではないと思いますけど、結構まあ絶好調とか引いてくれるんですよ。ただその分不調、絶不調も引くんで、使えない時も多いとは思いますけど、まあそれだけ絶好調引いてくれるならありかもしれないですね。まあスーパーサバは持ってないですけど、ワンシュー、コンカ、ワンパー、アウト、スピンキックあたりが優秀で、まあ途中交代の方が絶対に刺さるタイプですかね。 TS110 の能力はだいたいこんな感じで、まあパス決定力もそこそこあって、ドリブル、スピシュンめちゃくちゃ高いんで、ドリブラーだけど何でもできるタイプではあるんですけど、まあ12人いるって言っても C 固定で波大きい、ちょっと個人的にはそんなに入れないんじゃないかなって気もしてますね。では次4位はシュロッターベック選手、身長191センチ、左利きのオーバーラップのセンターバックということで、この選手に関しては瞬発力と守備意識の低さぐらいかな、数値で微妙なところは。ディフェセン、ボールダッシュ、スピード、フィジカルは高いんで、まあ意外とめちゃくちゃ強いかもしれないんですけど、やっぱオーバーラップっていうところ、プレイスタイルオーバーラップの選手だと、まあショートカウンター使ってるからかは分かんないですが、結構ね上がってきてディフェンスラインからかけ離れて守備をおろそかにしてしまうことがあるんで、個人的にはあんまり使いたくないプレイスタイルなんですよね。 TS110 の能力はだいたいこんな感じで、ほんと瞬発と守備意識以外はね、もうセンターバックトップクラスなんじゃねってぐらいのえげつない能力持ってるし、スキルもまあヘッダー、マンマーク、インターセプト、エアバトル持ってて、まあブロッカーつけてあげたら完璧、まあ、マジで惜しいかな。オーバーラップ、瞬発、守備意識、この3つが微妙なんで、まあちょっと評価 S は上げれないんじゃないかなと個人的には思っちゃいますかね。では次3位はニクラス・ジューレ選手、身長195センチ、オーバーラップのセンターバックということで、この選手もオーバーラップなんで、そこがもうあまりにも微妙。ただ身長195っていうセンターバックでもトップクラスのものを持ってて、フィジカルも90いくと、で瞬発は低いですけどスピードも80なんで、まあさっきのシュッターベックよりかは守備意識は高いんで、評価はできるかなって感じ
感じしますね。能力も純粋にこっちの方がディフェンスセンスは低いけど強そうな気はします。 DS110 の能力はだいたいこんな感じで、まあ総合値96までいきますし、スピード、フィジカル、ボールダッシュあたりの能力はすごいいいですね。ただ瞬発とオーバーラップがものすごい気になるんで、まあ個人的にはそんなにおすすめできないかな。でインターセプト持ってないんでそれもつけてあげないとダメですが、他はヘッダーマンマーク、エアバトル、ブロッカー持ってるんで、まあインターセプト以外は完璧ですかね。まあこの選手もちょっと惜しいかな。では次2位ムココですね。身長179センチ、左利きのラインブレーカーということで、まあこの選手はちょっとエース評価にするか迷ったんですけど、やっぱこのドリブル能力だとちょっと微妙なんじゃないかなと思うんで、まあ今回は辛めの A 評価にしました。まあオフェンス決定力はぼちぼちあって、スピード瞬発力はめちゃくちゃ高く、フィジカルボディコンもまあまあいい感じかな。でスキルもダブルタッチ、ワンシュー、スーパーサブ、この3つ持ってるんで、まあまあ結構使いやすいと思いますし、 TS110 の能力はだいたいこんな感じで、まあ調子普通状態でスパサブで出したらこんな感じで、好調状態で出したらこんな感じになりますね。まあ絶好調とかだったらまあそこそこ見栄えは良くなりますけど、やっぱドリブル能力が低いとどうしても個人的には使いにくさ目立っちゃうんで、まああんまり使わなくなるタイプかな。ただまあ今の環境はサイドハーフとかウィングからの斜めのスルーパスっていうのがものすごい刺さるんで、まあオフェスでもそんな悪くないし、ラインブレーカーでスピシュンがめちゃくちゃ高いんで言い抜け出ししてくれると思うんですよ。そっからのドリブルもそんな持たさずにすぐ打ちますとか、そこまでドリブルさせない使い方だったらまあまあ S 評価になってきてもおかしくないかなとは思いますね。ただ個人的にはフォワードはそこそこドリブル求めるんで、まあ、あとパスももうちょっと求めるんで、まあ厳しいですけど A でいいんじゃないかなと。ではラスト1位ですね。今回唯一の S 評価ということで、ヨナス・ホフマン選手、身長176センチ、右利きの2列目からの飛び出しですね。まあこの選手に関してはこんな感じの育成が一番いいんじゃないかなと。サイドバック型もねおすすめですよって視聴者の人に言われたんですけど、まあスキルがですね、ダブタ、闘争心、ワンシュー、コンカ、ワンパー、足裏、チェイシング、スルーパスと、もう前線のスキルばっかり持ってるんで、ちょっとサイドバックだと微妙だと思ったんで、まあ OMF で強い感じにしましたね。 DS110 の能力はだいたいこんな感じで、瞬発、ボディコンがまあそこそこあって、スピードも最低限で、ドリブル系ほぼ85ぐらいで、パス上手くて決定力もある。やっぱ OMF って今ドリブルもそうですけど、パスの上手さとかも非常に大事で、しかもワンタッチシュートとか打ってるのは今の環境 OMF でものすごい大事なんで、まあドリブルのスピード以外の全てをクリアしてくれてるんじゃないかなと思いますね。まああんまりエピックいません、他いい選手 OMF いませんって人だったら使えると思うし、右サイドハーフの裏総合値は98までいってるんで、まあまあそんなに悪くない選手、むしろ操作性、使用感は数値以上に感じれて結構驚かされる選手なんじゃないかなと思います。それでは今回ここでドイツナショナルセレクションガチャの当たり選手ランキングの動画の方終わっていこうと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあ今回は特に引く理由がなければ引かなくていいかなと個人的には思いますね。ドイツ縛りしてるんで引きますって人であったり、あともうこの選手好きだからもうせっかく登場してるし絶対当てたい、ゲッツェとかねもう好きな人多いと思うんで、そういう場合は別に引いていいと思いますけど、もうただ単にスカットを補強したい、強い選手を手に入れたいっていう人はもう正直絶対にスルーの方がいいかな。ホフマンも強いっちゃ強いですけど、会話聞いちゃうタイプだと思うんで、ハイ課金でも別にスルーでもいいんじゃないってぐらい、ちょっと今回は微妙でしたね。それでは今回ここで動画の方終わっていこうかなと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。